厳しい土地だそうです。マイナス50度になる冬はとてもじゃないけど、命にからがらの生活ですし、我々はそういうマイナス50度と想像もつきませんけども、風が吹いてブリザードが吹けば体感温度はマイナス100度近くにもなるということです。でもそういう世界だからこそ、彼らの守ってきたものがこう固くなに守られてね、今は少しずつ崩されてるとは言いますけども、我々北海道の人間が瞬間的にこう忘れていったようなことが彼らの中にはたくさんあるのであれば、見て匂いを嗅いで教えてもらってですね、お土産を買いに行くツアーではありません。そこに体験する、そこまではなんとか一人の、アーティストとして提案して、そして作っていきたい。でこの先ほどの話に戻りますけど、星野道夫さんというその僕らにとってはヒーローである人が、熊によって、命を落としましたけど、でもアラスカを紹介してくれたその星野さんが今年13回忌、亡くなって13回忌、なんと星野道夫の魂を入れたトーテンポールがシトカという小さな町にできる。で今こういうこれトーテンポールを建ててるところなんですね。トーテンポールの最初の建てるときこんな美しいんですね。朽ち果てた木しか僕見たことないですし、色をつけたらもうこんなに綺麗なイミテーションの、イミテーションので、ね、トーテンポールしか僕見たことないですけど、このぐらいのものが、ね、約18メーターぐらいのものがこう立つとすれば、これは見るに値するなということで、今年の秋にはこれがシトカという町にできますんでね、それを取材して、手を合わせるということでしょうけどね、見ていきたいというのがあります。これが、星野さんの四国の町に建てている様子です。これは星野さんのじゃないですけどね、こういう形で東天ポールを建てるです、ということでございます。よろしいですね。で僕の最終的な目的はアラスカに行くことが目的ではなくて、帰ってきてこの手作りの心が少し 薄まってしまった若い祭り、新札幌冬祭りをなんとか北海道の各地で忘れてしまった心を新札幌は忘れないでおこうというふうに、みんなが新札幌に集うことによって、また各地に散るかもしれませんけど、各お祭り、命の、魂を求めて作ろうとする祭りではないようになってしまったね、祭りをもう一回魂の入った祭りに、各地の祭りがなってほしいなということで、せめて小さな祭り新札幌は手作りを求めて、魂のある感謝するような、この寒さと雪に感謝するようなね、タレントを呼んできて何かをする程度の雪の見立てではなくて、本当に北方民族がなんかこう感謝できるような、そういう魂の震えるようなね祭りにもう一回してみたいんですよね。4年前の最初にやったのは魂も何もただ鎌倉の中で夜お酒飲みたいなっていう男8人の話なんです。でもそこには本当にこの雪の鎌倉の中での暖かさとかおののきっていうのがあったんですよ。なんだろうこれっていうのがあったんですね。なんか自分の体の一部になったように、その雪のシェルターが待っててくれたっていう感じですね。それは年々なくなってきて、人に対するそのサービスの精神だけで作っていく、掘った者同士が共にこう感動するということがだんだんなくなってきたんですよね。それをもう一回今のうちに方向修正しながら、新札幌冬祭りは常に人と人とが触れて作った者同士が共に感動できるようなというところに持っていきたい。それはやっぱりよその空気を吸った、お互いに吸ったものでないとできないかもしれないなと思って、7人の構成メンバーで訪ねていく今年は。しかし来年の2月は
帰ってきたものでもやりますけども、せめてお世話になったイヌイットの人たちを何人かでも招待できたら、この北海道に来てもらって雪の見立てを見てもらいたいし、彼らがどうこの北海道という祭りごとを感じてくれるかをまた見てみたいと思います。そこまで の1年間のこうサイクルを常に感じながら、お祭りに対して向かっていきたいなと思います。このアラスカツアーはきっと毎年行くようになると思います。小さな少年たち少女たちも連れて行きたいし、その冬祭りで活躍してくれた人たちに、その活躍したプレゼントとして設けてみたいこともあります。それは人数は制限されると思いますけれども、おやすみ雪だるまプロジェクトっていうのを今回立ち上げましたし、おやすみ雪だるま紹介っていうのも僕作りました。紹介のその株式会社でも何でもないんですけども、おやすみ雪だるま紹介は常にそういうふうな北海道を応援する形でいきたい。このおやすみ雪だるまの思想が、例えば夕張だったり今困っている赤平だったり、地方のたくさんのところで困っている人たちに何か活力を、ね、与えるような、その親善大使のような存在になってくれるといいなと思って、おやすみ雪だるま紹介は北海道支援の中心になって、僕の中でですね、僕の中では中心になっていきたいなと思ってます。そこは皆さんのご協力もあるし、ちょっとした皆さんの声掛けもお願いしたいし、これは市民運動となって、ね、活動していきたいと思いますので、ちょっといろんな人に声をかけていただきたいと思います。まずそこまでがアラスカ行き、そして新札幌冬祭りのね、大きなうねりがあった報告、約40分今喋りましたんで、後半は雪だるまね、このおやすみ雪だるまの発祥した秘話というか、なぜおやすみ雪だるまになったかっていうのをちょっと語っていきたいと思います。